絶対にサマーの時には業界は絞らないぞっていう風に決めて、前向きに働く人を増やしていきたいなという風に考えるようになりました。で、早いうちから成長できる環境が必要だなという風に考えていました。皆さんこんにちは、レバレジーズ公式チャンネルの飯野です。今回は内定者にインタビューをしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ではまずは自己紹介をお願いします。はい、レバレジーズ22卒内定者、早稲田大学4年の二宮です。大学ではプレイヤーとしてアルティメット部に所属しています。今は部活と両立しながらキャリア支援の会社でインターンをしていて、キャリアアドバイザーとしてお仕事をしています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。もうすでに多彩ですねそんなことないです。ちなみにアルティメットってどんなものなんですか？アルティメットはフリスビーを使った競技で、まあ、7対7のチームスポーツなんですけど、ルールとしてはバスケとアメフトを混ぜたようなものってよく言われてます。へえ、なんか知ったきっかけとかあるんですか？高校でも部活でやっていて、そのまま継続して大学でもやってます。アルティメット部がある高校なんですねそうですね、初めて聞きました。難しいですよね今日はよろしくお願いします。まずレバレジーズに入社を決めた理由について教えていただけますか？入社を決めた理由は、自分の就職活動の軸に一番当てはまっていて、自分の目指す将来像を実現できる環境があると考えたからです。私は将来こう仕事に対して不満を持つ人の力になることで、人の活力に貢献し、社会に貢献していきたいなというふうに考えています。で、それを実現するための軸として3つ持っていて、それが人に寄り添って社会に貢献していく仕事というのと、速いスピードで若いうちから成長できる環境と、あとはこう長期的に自己成長を継続できる挑戦環境というのを考えていて、その3つの軸で会社を見ている中で、レバレジーズが一番手を持っていると考えて入社を決めました。仕事に対して不満を持っている人の力になりたいということなんですが、これ思ったきっかけとかあるんですか？思ったきっかけは高校の時の経験が大きくて、私高校に入るタイミングで家族で海外に引っ越していて、その時に今まで忙しく働いていた母親が専業主婦になるタイミングがあって、その時に結構不安定になることがあって、それを見てからこう仕事が人に与える影響の大きさにすごく気づいて、それから仕事に対して不満を持っている人の多さに問題意識を持ち始めて、じゃあその前向きに働く人を増やしていきたいなというふうに考えるようになりました。レバレジーズに決めた理由としては、やっぱりこう自分が大切にしたいと思ってた成長環境だったりとか挑戦環境っていうのが他の会社と比べてもあるなっていうふうに考えて、で、まあ、実際にその面談だったりとかで社員の方々とお話しさせていただく中でも、そのキャリアの話とか聞いた時に、自分が目指しているものだったりとかイメージしているもの、それを体現している人が多いなっていうふうに感じました。自分が目指している社員さんだったりとか人物像っていうのは具体的に言うとどんな方なんでしょうか？はい、利他性と向上心を兼ね備えている方です。成長したいっていう気持ちは皆さん共通で持っていて、でもその成長っていうのが自分ではなくって人に向いていたり社会に向いていたりっていうところがすごく共感したし、一緒に働きたいなっていうふうに感じました。速いスピードで成長できる環境がいいなと思っていた理由とかはありますか？そうですね、やっぱりこう自分が人生の中で20代の間だけは仕事に全ての時間と動力を割けるかなっていうふうに思っていて、じゃあその時間を無駄にしないためにも速いスピードで速いうちから成長できる環境が必要だなっていうふうに考えていました。レバレジーズってもともと第一志望だったりしたんですか？もともと第一志望だったわけではないんですけど、自分の軸が明確になってからもう一回レバレジーズについて理解を深めて、そこから第一志望になりました。サマーインターンシップではどんな軸で会社を選んでたんですか？はい、サマーインターンシップの時点では特に業界は絞っていなくて、軸も持っていなかったです。っていうのもこう就活相談に乗っていただいた方々に、こう就活で後悔していることは何ですかって聞いた時に、早い段階で業界を絞ってしまったことっていう風にお話をしていて、なので私はもう絶対にサマーの時には業界は絞らないぞっていう風に決めてやっていました。なるほど、その失敗談を参考にしたわけですね。
ぱりこう早めに業界を絞って視野を狭めてしまったことで、こう最後に意思決定するときにその自分の決断に対して自信を持てなかったとか納得できなかったっていうのを後悔している方が多くて、で早めに絞らずに最初は視野を広げておけばよかったなっていう話でした。サマーインターンシップもたくさん参加されてたということなんですけれども、興味を持った業界っていうのは例えばどんな業界になるんでしょう？例えば広告とか金融、コンサル、不動産、IT など本当に幅広く見ています。実際に参加されてみてどうでした？実際こうサマーインターンの中でその会社であったり業界の仕事内容をワークとしてやることが多かったんですけど、やってみることで気づくことも多かったというか、ちょっとホームページとか説明会では興味持ってたけどやってみたらあちょっと違ったかなみたいなことも多かったので、それを気づく機会になったので良かったと思います。価値観の変化とかありました？やっぱりこう人の人生の転機であったりとか大きなターニングポイントに携わるような仕事の責任の大きさにすごく魅力を感じるということに気づきました。やっぱりこう広く影響を与えていくというよりかは目の前の相手に対して個人個人に寄り添って価値提供していくことの方が自分にとってはやりがいが大きいかなっていうふうに思いました。なんかその目の前の人に対して何か価値提供できる仕事って考えると、二宮さんの中ではどんな業界になってったんでしょうか？私は人材業界であったりとか不動産の営業っていうところを見るようになりました。職種では特に見てなかったんですかね？そうですね、職種では絞ってないです。なるほど、ありがとうございます。その人材の会社、不動産の会社ってたくさんあると思うんですが、その中でもレバレジーズを選んだ理由は何ででしょうか？はい、レバレジーズを選んだ理由は大きく3つあって、1つがこう自分の裁量で成長できる環境があることと、2つ目が幅広いキャリアを選択できる自由度の高さがあると思ったこと、3つ目はこう自分が将来目指す人物像を体現している社員の方が多いと感じたことです。マネジメントをしてるとかリーダー職についている方だと、やっぱりこう自分が成長しないと自分のチームのメンバーの成長もできないっていう風に考えていて、なんか自分がどうこうというよりかはチームのメンバーがみんなが成長していくためにはじゃあ自分はどうすればいいのかっていう風に視座を高く持っている人が多いなっていう風に思います。自分もやっぱりこう20代のうちに速いスピードで成長したいと思った時に2年目3年目でマネジメントができる立場に立ちたいと思っていて、なのでそれを実際にそのキャリアを歩んでいる方の話を聞く機会をたくさん設けてもらっていました。マネジメントスキルをつけたいのはそのリーダー的な立場に立ってでチームのマネジメントをしていくことでこう自分の将来像にある前向きに仕事をする人を増やしたいっていうところの影響力を増やしていけるというふうに思っているからです。まあ、レバレジーズも1000人は超えていますが、まあ、ベンチャー企業であると思うんですけれども、そのあたりに関して周りの反応だったりとかご両親はどうでしたか？特に反対とか全くされなくって、今までもこう何か決断するときは私自身にその決断を任せてくれていたので、今回もそのなんで自分がレバレジーズに入社することを決めたのかっていうところを話したらこうしっかり理解して応援してくれたかなっていうふうに思ってます。今はまだ内定者ということなので来年の春に入社すると思うんですけど、入社することに迷いはあったりします？迷いはないですね。っていうのもやっぱりこう自分で自己分析を深めて考え抜いた結果出した答えだったので、その決断に自分自身自信を持ってていて、なので今の時点での迷いはないです。ありがとうございます、安心しましたでは最後になるんですけれども、二宮さんが人生を通して叶えたい夢教えてください。私が叶えたい夢は人の活力に貢献していくことと仕事に対して前向きな人を増やしていくっていうことの2つです。自分が自己成長を続けていくことでその関わる人のプラスの感情っていうのを生み出して人の活力になっていくことで社会に貢献していきたいと考えています。なんかきっと人に貢献したいとか社会に価値貢献したいって考えている学生さんすごく多いのか
かなと思うんですが、なかなか自分の軸が定まらなかったりとか、この入社する会社どこにしようか悩んでる方もまだいると思うんですね。もしよかったらアドバイスいただけますか？就活っていうのは進め方だったりたどり着く場所っていうのも人それぞれだし、正解も不正解もないものだっていうふうに思っています。だからこそ大事になってくるのは、自分が最後の決断に自分自身納得できるかどうかとか、自分で自信を持てるかどうかっていうところだと思います。なので、まずなんでそもそも自分は就職するのかっていうところから徹底的に自分自身と向き合って、自分の納得できる決断を見つけてほしいなと思います。ありがとうございます。確かに視野を狭めずに、働くとは何かってところからぜひ考えてみたらいいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。今回の動画はこちらで以上になります。概要欄には企業ブログ、また選考会エントリーの応募フォームもありますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。